水木しげるロードに設置されているネズミ男のブロンズ像。ネズミ男は水木しげるの漫画ゲゲゲの鬼太郎に登場する主人公、鬼太郎の悪友。人間と妖怪との間に生まれた繁妖怪。水木しげるが創作した妖怪キャラクターである。欲に目がくらんで鬼太郎の敵方につくも結局最後に失敗する鬼太郎や猫娘に懲らしめられる。 配信して、キタロウに味方するというのが、典型的な行動パターンで、善悪の中間に位置する、トリックスターとして行動する。通称は、ゲゲゲのキタロウに対して、ビビビのネズミ男。ビビビのの通り名は、ビンタの音が由来と言われるが、アニメ第5作では、金儲けの予感がするとヒゲが、ビビビと震える設定になっている。ネズミ男とも表記される。 ローブのような布一枚を体にまとった姿で、ネズミに似た顔をしている。日本一不潔な男で、300年生きているのにまだ一度も、風呂に入ったことがないと自称する。実際は、原作、アニメともに入浴場面が何回か見られ、単に滅多に入らないだけである。体中に陰菌と虫など皮膚病が広がっている。吐く息は臭く。 その域にかかると10メートル先のハエも落ちると言われる。自称、会期大学不決学科卒業の会期愛好家で、怠けが学なる学問を収めて博士号を取得したと嘘吹いている。妖怪世界の名門校である、妖怪学衆院で来たろうと同窓だったとの説もある。一人称は、基本的に、俺か、俺様だが、自分より強そうな妖怪をお立てるときなどは、私、 弱気になった時は、あたしでお姉区長になることがある。元来の性格もあり、戦闘は増えてだが、基地に富独自の能力を用いた奇襲を成功させることも多い。金槌である。人間と妖怪との間に生まれた、半妖怪とされるが、ネズミだけが生息する島になぜか人間が一人生まれ、それがネズミ男だとする説もある。原作、北郎地獄編では、 人間界と地獄の中間にネズミ男のコリが存在し、彼はそこから現世に迷い込んだものとなっている。ネズミ男の名は彼のふるさとに住む種族名としての総称であり、本名はペケペケで彼の母親も登場した。原作は歌詞本漫画下宿屋から登場。最初は四代目ドラキュラの下男という身分で主人の神教を探す際に、 夜叉に操られた北郎が営む下宿屋を見つけた。またその直前、雨に流されて気絶していた目玉親父を拾い、食欲を感じた主人に天ぷらにして食べさせている。北郎親子とは、多くのいさかいの末、幽霊電車によって、実力を見せられて降参する。リメイク版の、おどろおどろ耐久決気では途中で物語から、消えてしまう。最初期は現在とは、顔が異なり、 頭は縦には長くなく、前方に突き出ていた。髪の毛も、額まで生えていた。北郎親子との出会いについては、別に以下の二通りが描かれている。鳥取県境港市、水木茂ロードに設置されている、ネズミ男のブロンズ像。普段は主に金と女性と食い物のことぐらいしか頭になく、目的達成のためには手段を選ばない。 人間界に至るまでの高い情報収集力を発揮しており、日頃より新たなビジネスの発見、開発や人間妖怪問わず社会での怪しげなコネをすぐに見つけてくるなど、正しい方向に発揮されることは少ないが、人間社会への適応力と対応力の高さ、探求心と想像力、カリスマ性など際立っている。普段はゴミ箱を漁るような貧乏暮らしをしているものの、 チャンスさえあれば、口八丁で八丁を駆使して一時的にでも、大金を稼ぎ出す。第三作一話で、ネズミ男自身が言い放ったように、自身を守るために強いものに絶対服従するのが、当たり前という考え方を持っており、基本的には、北郎たちの味方だが、悪党妖怪の口車に乗せられたり金が絡んだり、北郎よりその敵の方が強いと判断すると、 いとも簡単に北郎たちを裏切る。妖怪獣では、目玉親父に、お前は敵なのか味方なのかと責められている。怪奇趣味が講じて封印された妖怪を蘇らせ、罪もない人間を材料にしたり、破滅させることになっても平然としている場合も、少なくない。ただし、手を組んだ悪党妖怪や卑劣な行為の人間たちを見て、 さすがにやりすぎかもと、両親との板挟みになることも、稀にある。北郎に対しても奈落の底へ突き落としたり、悪党と共謀して毒殺しようとする、果ては内臓を売り飛ばそうとするなど、厄介な問題を頻繁に起こすトラブルメーカー。しかし北郎は、ほとんどの罪に対して、軽い石棺程度で許している。反省することはあっても懲りるということが少なく、 時々その場では懲りてもすぐ忘れるので、何度失敗しても悪事を働いて、北郎や猫娘に懲らしめられることが多い。そのため狼少年よろしく、半ば自業自得とはいえ犯していない悪事の疑いまで、かけられてしまうこともたびたびある。人間社会の事物に詳しく、頭の回転は早いが、同じような悪事を懲りずに何度も行うなど、学習力は低い。 さらに、北郎が有利になったり、敵の妖怪に騙されていたと気づくとすぐに手のひらを返して、北郎側に戻ってくる。そのくせ、恩というものを感じることが少なく、北郎たちに助けられても、口だけの感謝で済ませることがもっぱらである。しかし全てにおいて、率直に感謝しないわけではなく、例えば原作でも、時折自分の悪事で引き起こした事態をかばってくれた北郎に、 すまねえと、心の中でつぶやいて、涙ぐんだり、アニメでも第4作103話で自分を気遣ってくれた、猫娘に本気で心から感謝するなど、根は、他者の善意を素直に感じ取れる純真な面もある。時には反省心から、真面目になろうと思うこともあるが、長続きせず時間が経つと、当初の気持ちを忘れてしまい、つい欲望に負けて同じことを繰り返す。 金には汚いが、気前の良い一面もあり、羽振りが良い時には、仲間の妖怪たちに食事をおごったり小遣いを渡したり、することもある。貧富に関して、独自の美意識を持っており、何十年も前に一文なしになった際、来たろう親子がお茶漬けを食べさせてくれたことを、金持ちがおごるステーキより、貧乏人が食わせてくれる、お茶漬けの方が何倍も価値があるとし、 この時ばかりは恩を感じている。第4作53話では自作の妖怪シール販売で、得た金で、北タにごちそうをおごり、第6作では、インチキ商売で儲けた時は、頻繁に北タたちも誘ったりおごろうとしたりするほか、17話で、境港の人から大量のカニをもらった際も、一人占めせず、北タたちと分け合って、楽しく食べていたりと、 それなりに北郎ファミリーと強い仲間意識も持っている。一方で案外なロマンチストでもあり、歌本、顔の中の敵で、ガマ令状に恋した時には、今まで恋というものをののしり軽蔑してきたと心情の変化を語っている。それ以降はたびたび女性に恋心を抱く女好きとして描かれ、猫娘とネズミ男以来、金儲けが好調の際はたびたび結婚願望を口にしている。 ただし、女性に嫌われる要素が多いため相手にされず、そうでない場合でもネズミ男の好みでないか、女性側に利用されて終わることがほとんどである。アニメでは稀に、相思相愛になったこともあるが、いずれも一話のうちに悲しい結末を迎えている。第六作二十四話では、石彩香氏の結婚詐欺にい最初は騙されたことに、憤き通っていたものの、本当は彼女を憎み切れていないことに気づき、 体を張って、許そうとする純情さも見せている。連載時期によっては、北郎よりも、積極的に、妖怪退治に乗り出したり、気の毒な境遇の少年に同情して、助けようとしたり、不良少年にお説教したりと、尊極抜きの純粋な正義感で行動することもある。不思議な家にて人間を調べている事件の黒幕たる存在より、理想的な心を持つ人間。 人間代表たるものと評されており、そのことに、北郎も同意していたのはもちろん、目玉親父も認めていたため、なんとなく、ネズミ男と一緒に行かせたと述べており、善悪込みで人間の本質を示す存在であることが、示唆されている。普段の所持品は、着衣の他は皆無だが、金儲けのために、ビビビのネズミ男と書かれた名刺やソロ版などの消毒具を持ち歩くこともある。また、 自動車の運転の心得があり、自家用車として、明治時代の霊柩車を所有している。金儲けのために、様々な肩書きを自称し、北郎の代理人を名乗ることも多く、時には自分が北郎本人であると詐称することもある。金を稼ぐ手段としては、特に初期は、妖怪研究家の肩書きの元北郎を妖怪退治に利用し、被害者や依頼人に対し報酬や北郎の、 仲介料を要求するのが上等手段。また、妖怪の能力を利用した怪しげな商売を数多く立ち上げたり、妖怪の被害につけ込んだインチキ商売を行ったりして荒稼ぎをしている。しかし大抵の場合は北郎にばれたり、他妖怪の妨害にあったりして、全額返金させられたり、取られたりするため、結局元の貧乏に戻るのがお決まりである。第6作31話では、 お金儲けのセンスがないと猫娘に評されている。平気で、窃盗や詐欺を働くこともあるが、その一方で、肉体労働のアルバイトや、漫画家の担当編集者といったまっとうな仕事をたまに、することもある。エッセイ、カランコロン漂白記初集死神教では、死神と共謀で、自殺幇助のアルバイトを行っており、聖なるアルバイトで、 長年の悪い心が晴れたような気持ちですと言っていた。岩波新書、俗、妖怪画団に収録された、北郎の名勝負を紹介した、北郎決戦録では、ネズミ男の愛読書として、製品の思想の名が挙げられている。ネズミ男単独出演の短編では、忍者や仙人、錬金術師や神社の神、国会議員、腰巻売りなど多様な存在として登場する。 定住している場所は作品によって異なるが、地獄編で彼の家が登場している。原作では、北郎の家に居候しており、アニメ第1、2作でも北郎の家に入り浸っている描写が多い。第3作では、小アパートやテントに住んでいる。第4作では16話で、ハイアパート、69話で線路の下で寝ている、描写などがあった。第5作では、 妖怪横丁で家を作っては壊して移り住んでいる。第6作では、小アパートの一室で暮らしている。北郎とは、周囲が切っても切れない中、典型的な腐れ縁と評する悪友同士。アニメ第5作42話での粉木じいの弁によると、昔はよくネズミ男が運転する車に乗って、日本中を渡り歩いていたという。 キタロウを呼ぶときは呼び捨てだが、キタロウに助けを求めるときは、キタロウちゃん、鬼太ちゃんと呼ぶ。しょっちゅう裏切るせいで、キタロウに対しての友人としての振る舞いは、利用価値があるゆえの見せかけ、演技に見られることもあるが、それでも、キタロウの友人であることには、間違いない。原作、アニメ双方において、時には、損得感情なしに素直に協力し、キタロウのために尽力しており、 また、このような時は、仲間の誰よりも進んで行動する不死がある。吸血鬼エリートではエリートに味方していたが、妖怪液で溶かされそうになったキタロウを救おうと、キタロウにエリートの味方になるよう説得していた。原作、キタロウ地獄編では、せっかく会いたふるさとの母親と別れてまで、キタロウたちに同行することを選んでおり、彼の義理というものがあるという発言に、 ネズミ男子族が、そんなことを言うとはと、母親から驚かれている。北郎もネズミ男の言動にヘキ,ヘキしているものの、彼が命の危機に瀕すると必ず救いの手を差し伸べている。ネズミ男の悪事に対し絶好を言い渡すこともある。ものの、大抵のことは許している。猫娘とネズミ男ではインチキ宗教、長寿教を起こしインチキ眼薬を売りつけた罪により、エン大王が、 ネズミ男を退治せよと北郎に命令した際も、北郎は彼との友情からためらいを見せたり、妖怪大裁判では、ネズミ男のせいで無実の罪に陥れられそうになったが、最後には彼の偽証罪による一年の入朗を3ヶ月に減刑させている。しかし全ての悪事を許すわけではなく、度が過ぎると、お仕置きをしたり愛想をつかして、見捨てたりもしている。第一作の初期においては、 第10話で、西洋妖予軍団に囚われ、北郎を裏切るように脅迫されながら、はっきりと拒否するなど、北郎との友情には、熱い描写があった。第2作の15話、牛木では、牛木に乗っ取られた北郎が、彼らの笛によって火山に誘導されて落とされた時に、こんなことになるんなら、もっと北郎に親切にしてやればよかったと、涙ぐみながら後悔し、北郎は、 村のみんなのために死んだんだと語る目玉をやじに、馬鹿え、みんなの幸せなんかどうだっていいんだ。俺は北郎が生きててくれた方がいいんだ。と、真顔で言っていた。第三作では、北郎の態度や折感が特に厳しく、原作以上に北郎を裏切り厳しく懲らしめられる部分も垣間見えた。ただし北郎も彼のことを仲間だと思っており、共に食事を食べに行ったり、 時には仲間として心配したりもしている。熱を出して寝込んでいた際に、ネズミ男から手厚く看病を受ける、同友情も強く感じており、閻魔大王から彼を死刑にしろと命令された際も、困った奴だが、根は悪い奴ではないと評している。第四作では、北郎と共に行動することは少なく、事件先にすでにネズミ男がいて、敵対関係になったり、 彼が原因を引き起こしたり、北郎を利用した金儲けを思いついたり、バイト先などで事件に巻き込まれ、北郎に助けを求めることが多くなっている。距離もこれまで以上に離れており、北郎に、親友だろと言っても、誰が親友と受け流されている。しかし、北郎が土地転がしから銃で撃たれて倒れた際に心配して、駆け寄ったり、商売が成功して、 羽振りが良くなった際に、北郎に食事を気前よく、おごったりもしており、65話で、ネズミ男が巨大ジュマンモスフラワーに変化した際、北郎も、必死に彼を助けようとするなど、友情の強さを感じさせる場面も見られる。第5作では、互いの勇気がしばしば描かれ、悪友という面が強調されている。一緒にふらりと旅に出ることも、少なくないらしく、42話では共にドライブに、 84話では、妖怪昆虫採集に出かけたりもしている。14話では、牛木に寄りつかれ、体を乗っ取られたネズミ男を救うため北郎が、友達だもんなと身代わりとなり、活火山の火口に身を投じたり、27話では、ネズミ男が、読みの国の霊石を盗んだ罪で、無限地獄に落とされそうになった際に、どうしようもない最低の奴だが、 地獄に落ちるほどの悪党ではないと評している。ネズミ男も47話の妖怪大裁判で 100G に協力するふりをして、裁判で北郎の無実を証明するなど友情に厚い面を見せており、また裏切り時も北郎を放っておけず助けることもある。その他の親しい知り合いには白三坊がおり、11話で彼が営んでいる寄せについて何百年も同じネタをやってるんだと呆れて、 苦言を呈していることなど、かなり古い付き合いと、示唆されている。第6作では、羽振りが良くなった際には、北郎に気前よく、おごろうとしたり儲け話に誘ったりと、本人なりに、北郎に親切にする様子も見られるが、共に行動する頻度は少ない。13話で一度北郎と仲違いし、絶好を宣言するも和入道の暴走に遭い、絶好した追い目もあって、犬山マナの名を語って、 北郎に救援を求める手紙を送り、北郎は、その意図を見抜いた上で助けに応じた。その際には、自分の危険も顧みず停身して、北郎をかばうという行動も見せた。62話でも、北郎と絶好し、その後黒坊主に利用されたが、イスルギレイに捕らえられ、駆けつけた北郎に助けられ、ネズミ男も黒坊主の弱点を見抜いて、北郎のピンチを救った。 34話では自分を見捨てずバックベアードから助けようとした北郎に感激し彼のために奮闘したり49話では七死によって猫娘、マナ、目玉親父を失ったことで絶望に囚われていた北郎を知った激励し今すべきことを認識させ繊維を取り戻させるなどここ一番のピンチには北郎を救っている62話で北郎はネズミ男に対し 過ちを犯せば怒るし懲らしめもするが、痛い目に遭って詫びれば、それを許したい。許せる自分でいたいと彼との友情を吐露している。94話で、キタロウファミリー全員参加のヤン旅行をネズミ男がドタキャンした際には、改めてネズミ男も一緒に来れる日を、とキタロウは、中止を提案した。95話で人間と妖怪の戦争から逃れるために、 海外に高飛びしようとした際には北郎から、どこかでお前が元気でいてくれたら、僕はとても嬉しいと止められるどころか逆に後押しされ、空港でその言葉を思い出した末に北郎を放っておけずに戻ってくる。北郎が妖怪大同盟に対抗するため、総理に共闘を申し入れようとした際に同行するも、北郎は総理に銃撃され、さらにネズミ男を代わって、 彼の分まで被弾した末に消滅。北郎の死を本気で悲しみ、卑劣な人間に対して抱いた憎しみや怒りを、ぬらりひょんに指摘されると共に勧誘され、俺はてめえらが大嫌いだ。でも、人間に復讐できるのなら、悪魔とだって手を組むぜ、と、北郎のあだ打ちのために不本意ながらも自ら、妖怪大同盟に加入してしまうが、96話で、ぬらりひょんが、 間接的に総理を操り、結果的にではなく、意図的に、北郎を葬って、戦争を誘発したことに気づき、激怒して問い詰めている。最終話では、北郎の死と終わらない戦争に絶望しかしみに、暮れていたが、アデル・アニエス姉妹から北郎が無事だということを聞かされ、歓喜して駆けつけ、復活し、バックベアードに立ち向かう北郎を応援するべく、砂掛けバーと協力して、 動画配信を行い、結果的に妖怪と人間の和解に貢献することになった。妖怪仲間からはあまり信用されていないのだが、お祭り騒ぎをするときはネズミ男がいないと盛り上がらないらしく、ムードメーカー、漢字役としてはその能力を買われているようである。妖怪ラリー、地獄マラソンなどの競争系の大会では、実況役として大いに活躍する。 本人もお祭り好きなようで、第3作劇場版、第3弾では、綿飴や、焼きとうもろこしや、かき氷や、第3作84話で、焼き芋売りやイス売り、第5作25話では弁当売りといった、露天商や立ち売りに精を出すことも多い。妖怪軍団で一時倒れた時は、よく彼を怒る砂掛けバーにすら、宇野十吉に並ぶ、名脇役だったのにと惜しまれている。 アニメ第2作26は、大首で、ぽっくり病で死んだ時も、粉気じいの家で葬式が取り行われ、海妙に、イカサマイに小悪党孤児とつけるなど、小馬鹿にした発言も、多少挟んだが、皆がネズミ男を痛んだ。特に猫娘は泣き伏すほどの悲しみようだった。また、原作、石あ香氏では、 ネズミ男の突然の結婚の知らせに、妖怪仲間たちが驚きつつも心から祝福し、特に砂掛けバーは、お前に口うるさかったが嫁さんが来てくれて嬉しいと、感類している。持ち前の悪臭のせいで周囲から避けられることもあるが、本人はそのことを棚にあげることが多い。妖怪としては、ネズミの妖怪に属するため、猫や猫系の妖怪に弱く、特に猫娘に対しては、 我が生涯の天敵と語るほど苦手にしている。また、アニメ第3作3話の中においては、猫は猫娘だけでゴリゴリだという発言もしている。しかし、普段は憎まれ口を叩き合いながらも、猫娘とは、キタロウたちと同じ仲間でもあるので、腐れ縁的に仲が良い部分も少なくない。第4作65話、脅威。マンモスフラワーでは、 巨大ジュマンモスフラワーに変化し、傷つき絶命間近の今はの時に、一度で良いから、思いっきり猫の頭をひっぱたいてみたかったと、遺言で、キタロウに伝えている。幾度も周囲に迷惑をかける存在だが、キタロウ親子と出会う以前、反妖怪であるという理由で人間と妖怪の、両方から蔑まれた経験を持っている。1970年代三版ではラストで、 他の妖怪たちに石を投げつけられて、孤独感を抱くなどの悲哀が描かれている。第3作5話でも、どっちつかずの汎用妖怪に生まれたばっかりに、と夢子の同情を誘おうとする場面がある。アニメ第4作26話では、金持ちの霊場に、お金のためだったら、何でもすると言われた際、でなきゃ、俺は生きていけねえんだよ。他に方法を知らねえんだ。けどよ。 俺はこれでも必死に生きているんだ。と、悔しさすら滲ませて語っており、自身の出自に苦しんだ過去を匂わせている。第6作13話では、和牛道と共謀し、欲に目がくらんだ人間を餌に格安ダイヤモンドを作り出す商売を始めるが、そのことで、北郎に拒絶されてしまった際、いつも仲間に囲まれてるお前とは違うよ。妖怪からも、 人間からも鼻つまみものなんだよ。俺はずっと一人でやってきたんだとトロするなど、汎用界という立場のため妖怪と人間から長年疎まれ価値観の違いに苦しんできた過去を匂わせ、汎用界という境遇に強いコンプレックスと孤独感を抱いていることがはっきり描写された。自身と同じように孤独な境遇にあるものには、同情や共感を見せることも多く、 第3作31話では、寂しさからいたずらをしていたカワウソの境遇に自身を重ねてかばったり、第6作49話で、七死の目的が人間も妖怪も滅ぼすことだと気づいて、キタロに伝えたり、吸血鬼、ジョニーの過去に対して同情したりもしている。天外孤独の存在だが、家族に対する憧れは強く、折りたたみ入道で、 生き別れの弟と出会った時には弟が盗んだ金を建て替え、第四作版では兄弟で暮らすため真面目に働いたこともあった。また、北郎の命を狙う死神に、俺はお前の兄だと騙されて計画に加担させられるなど内面に潜む寂しさを利用されることもある。ネズミ男本人も親子の愛情とかそういうのには弱いんだよと認めており、 特に子供にだけは甘いところがあり、損得抜きで優しく接することも少なくない。原作、オベベン馬の妖怪では、カワウソが化けた少年の境遇に同情して、俺だって妖怪愛を持っていると、無償で援助を行い、そのことでひどい目にあっても少年に、恨み事の一つも言わなかった。第五作での塗り壁一家に対しては、心底嫌っている、はずの無償労働まで施している。 後々悲劇や裏切りに終わることが多いが、例えば妻や家族、同居人など、不養対象ができた際には、地のつながりや、種族の壁を越えて、真摯に世話を焼き、朝から晩まで苦労して就労することも厭わないなど、責任感にあふれており、差別を受ける等の不憫な幼少時代を送って、極端にひねくれてはいるが、根はむしろ善人に近い部分がある。 ただしその一方で鬱屈した面はあまり見られず、むしろ逆境に強い精神的なタフさが目立つ。劇場版ゲゲゲの鬼太郎日本爆裂。では、雇の神早下の大蛇女に、私と同じ、孤独とこの世界への憎しみを持って生きてきたと寝返りを、勧められた際に、俺は誰も憎んでいないし孤独でもない。自分を慕ってくれる友達もいると言い返し、 北郎たちとの友情を吐露するシーンがある。北郎も認める天性のしぶとさがあり、保身を最優先するので闘争することも多いが、逃げられなくなった際に、とっさの頭の綺麗や馬鹿力を発揮する。不潔であることが特徴かつ習性だが、しばしば温泉に入ることもある。全身に、白雲や海鮮などの皮膚病ができており、タムシの歌なるものを作詞、作曲したこともある。 この全身の皮膚病は、学会でも命名されていない、ネズミ男にしかない皮膚病だとする説もある。講習や包皮、不潔な衣服は武器にもなる。二人狸で狸の罠にはまり、生きがかりで切腹した際には、腹から巨大なサナダムシが、うじゃうじゃと吐い出している。下記の悪臭技やネズミと話せる以外に、妖術、特殊能力等は、普段見せず、 他の妖怪からも非力同然な存在のように見られることも多いが、人間では開けることが絶対に不可能な経点の封印を解いたり、人間よりもはるかに強力な生命力や、口実のいくつかの妖怪としての特殊能力も時折、披露している。その弁舌は、天才的で、北郎や敵妖怪をうまく丸め込むことも多いが、基本的にその口のうまさは、金儲けのために使われ、 プロの詐欺し並みに人間をたぶらかし金品を巻き上げ、妖怪の存在に怪奇的な人間をも言いくるめて、交渉を成立させる。単価売りもうまく、第3作劇場版、第4弾ではうさんくさい、お札付きサバイバルセットを、言葉巧みに完売させている。生命力は、非常に強く、幾度となく、妖怪に食べられる、妖力や正気を吸い取られる、魂を奪われる等の目にあっても、 結果的には元に戻っており、アニメ第三作劇場版、妖怪大戦争では、頭上で、ダイナマイトが爆発するという状況からも、無事に生還している。また、歌手本、アホな男では彼から輸血された品種の老人が、生命力を受け継いだことで全開した上に、若返っている。人間の食べ物を特に好むが、ナメクジが好物でもある。普段は、 芋虫の天ぷらやガマガエルを食べたり、人家のゴミ箱を漁ったりして、食料を得ている。ゴキブリもお気に入りのようで、ポリポリしてうまいと評している。しかし水は、天然の綺麗な川の水を好み、都会の小便の混じった水と違ってうまいと評している。腐ったものを食べても平気でいられるのは、胃腸の殺菌能力が発達しているためである。全体として、 披露してきた能力や技は、北郎や砂掛けバーほどではないが多彩であり、一見すると取るに足らないようでも、本人の起点で有効利用されて、状況を好転させることも多く、その意味では、同じ汎用界である猫娘と対照的である。北郎が戦闘不能になった後に、目玉親父と行動して、強敵を倒したり、寝返った際の敵地での行動が結果として、 大逆転につながったりすることもあり、敵を買い相手の戦力としては猫娘よりも活躍が目立っている。最も特徴的なのが武器になるほどの強烈な悪臭である。ネズミ男が本気になり、揚力を加えればさらに凄まじい威力を発揮し、彼なしには勝てない、または全滅に陥っていたであろうなどの状況までも多々、あった。アニメにおいては、彼が近づいただけで悪臭が、 周囲に漂うといった不潔な描写が少なくなっていることもある。その他、各々の使用回数は少ないものの以下のような特殊能力を見せており、妖怪としての基本能力は持っている。また、反妖怪ゆえに妖怪に有害なものが彼には効果半減、あるいは無効になることがある。アニメでは、原作で見せる異常性や酷さは控えめで、 小悪党だがどこか憎めないを調子者としての側面が強調されている。特に第三作では思いを寄せる天童ゆうめの関心を買うため色系への執着も多く描かれている。原作同様に悪い手で金儲けを企む。北郎の住まいに入り浸って新聞を読んだり食事にありつくシーンが多い。また原作同様に北郎と一緒に行動することも比較的多い。 一作目の第二話から登場しており、以降毎回登場し妖怪の事件に絡んでいる。妖怪研究家や怪奇愛好家であることを自称する傾向があり、研究などの名目で悪どい金儲けをすることも多々あった。しかし、そうやって知識人ぶる割に常識的な教養を欠いた発言で呆れられることも少なくない。模倣的行動をとって警戒していた人間たちに捕まり、 キタロウ親子を呆れさせるパターンや、自分の調子の良い時にキタロウの親友であることを強調し、キタロウのマネージャーを名乗って利用することも多い。が、自分の身が危うくなるとキタロウを平然と見捨てることも、頻繁だった。多額の報酬目当てでキタロウをおびき寄せるパターンも多々、ある。それ米玉親父からは、毎回散々な物言いを押され、キタロウからも何度か呆れられている。 逆にも黒ろみを邪魔されて、ネズミ男がふんだいすることも多い。衣の色は、第一作では、モノクロ作品であるため、色としては不明であるが、どちらかというと、明るい色で表現されており、二作目では灰色である。後の墓場、北郎の一部でも引き継がれているが、大塚地下尾の担当版のみ、自分が劣勢に陥ると北郎に対して、女のような喋りになることがある。 第二作までと異なり、金儲けをする際にもきちんとした、店舗、事務所を構えているシーンが見られるようになった。普段はアパート、またはテントに住んでおり、本作から来たろと共に行動することは、第二作までと比べると少なめになるが完全に、前話登場で、もう一人の主人公的に、来たろと対を成して事件に絡んでいる。本作ではコミカルな面が強められる。 ロリコン趣味となり、天道夢子に惚れて、彼女のためならば何でもしようとし、そのために体を張ったシーンも見受けられた。女好きな面だけでなく一途な面も持つ。だが夢子の関心を買うためにしたことが、結果として帰って彼女や、周囲の迷惑になった例も少なくない。悪事を働いた際に、原作以上に、北郎に懲らしめられることもある。第10話で、 日本有数の音痴ゆえ、音楽による妖術が効かないという歌の作品にはない、設定も描写された。劇場版第4作では、北郎に次ぐ、純主人公として活躍が描かれた。衣の色は濃い空色。風呂嫌いの設定は、自分で風呂を沸かすのが面倒臭いという解釈もされ、温泉に浸かる場面は多い。本作からアニメでも皮膚病が全身に描かれるようになる。 衣姿以外に洋服を着ているシーンも比較的多くなり、その際には頭髪を中分けの金髪にしている。悪どい商売を企むのは相変わらずで、演じ手の千葉茂によって、より露天商のような口調で商売をすることも多い。ただし、多額の借金を抱え借金取りに追われることも頻繁になる。後半では、ビルの清掃業や弁当配達など、 比較的真面目にアルバイトする場面もしばしば見られた。従来同様に本作でも毎回登場するが、例外的に49話と59話だけ未登場であった。また、本作から登場しても顔見せ程度で妖怪の事件に絡まない回も描かれるようになる。全体的に切符の良い雰囲気な江戸弁に似た口調となり、猫娘との掛け合いや、普段見せない。 優しさなども随所に現れる。本作でメイン界のほとんどは彼の人情味が目立つエピソードとなっている。他の妖怪の辛い境遇を放っておけないなどの人情に熱い一面も多く見られるようになった。一方で手のひらを返す調子の良さは相変わらずで事件の後、自分の責任を棚に上げた言動をして猫娘に怒られて引っかかれるパターンも少なくない。また、 北郎たちの事件捜査に対して、非協力的な態度を取った際に、猫娘に髭をつかまれて引っ張られ、髭だけはやめてくれと泣きつく描写も多かった。第6話や第11話などで、バスガイド、巫女、芸者などの女装もしている。初めて衣が原作に合わせて黄色になった。本作のみ袖口が小さくなり、裾がズボン型にデザインされている。 キャラクターデザイン、設定資料での表情も原作を忠実に再現されており、全身皮膚病が原作よりも目立つ。千葉の個性が反映され、歴代以上にアドリブの多いネズミ男となった。悪事を働くことや裏切ることが歴代のシリーズより減少し、カワウスやアマビエなどの純レキラーと共にコミックリリーフとしての活躍が目立つようになった。 本作からストーリーテラー的なポジションは主に猫娘が担当し、ネズミ男が全く登場しない話や登場しても1、シーン程度という回も多くなる。キタロウ裏切りは穴にはめることも少なからずあるが、裏切りの際もキタロウの危機には心が揺れ動く描写が増え、彼の立場が本当に危ない時は損得を考えず助けることもある。 歴代以上に北郎との友情が強調されているほか、家族に対する憧れや子供に弱い面も多く描かれた。第13話では、マイホーム建築の資金を必要としていた塗り壁に、妖怪退治の仕事を圧旋したばかりか、最後には、塗り壁が家族と暮らすために資金を必要としていた、事情を知り、自分の取り分までも黙って提供している。第二話で、妖怪横丁の面々が、 半分は妖怪、半分は人間。悪いところは人間そっくりと話す場面がある程度で、本作では他のシリーズに比べて、汎用怪という設定の描写はほとんどなく、全体的にも妖怪として扱われている。猫娘と共に、閻魔大王から北郎の片腕として、彼を支えていくよう指示を受ける。手先が器用な鍵開けの名人でもあり、十八話で、 地獄の牢の鍵を針金一本で物の数秒で開けており、また勘が鋭いところがある。好みではない女性妖怪に好かれては難儀するというのがお決まりの展開になっている。年代物のオープンカーに乗り換えているが、これは白山望から譲り受けたものでよく故障する。携帯電話やノートパソコンといった近代的なアイテムも難なく使いこなし、北た親子も その器用さには一目置いている。劇場版の同時上映の短編、おまけ上映ゲゲゲ祭りだ。五代北郎では映像の見ながらもアニメ歴代の五人のネズミ男の共演も果たしている。衣の色は黄色。本作から髭が原作並みに太くなる。慢性の全身皮膚病もなくなっており、不潔な描写も全体的に控えめである。過去のシリーズ以上に、 ドライな利己主義となり、常に者に構えた態度をとっている。人間がネズミ男の金儲けに関わることで、ネズミ男の思惑を超えて、被害をさらに拡大させてしまうことも多い。悪主義は34話までは使用しておらず、人間に捕まっても抵抗できない、致命傷を負うことを恐れる、等、非力な描写が目立っていた。 前作よりは再び出番が多くなったが、たまに登場しない回もあり、しても金にならないか保身を理由に事件に関わらないか、途中で手を引くこともあった。猫娘と天敵関係なのは変わらないが、直接接管される描写は従来と比べ減っている。犬山マナに対しては、一部エピソードを除きほとんど無関心な態度だが、尊曲抜きで共に行動したり、 北郎ロを裏切った際にマナの説得で考えを改めるなど仲は悪くなく、学習力は低く同じようなことを繰り返し行うなど共通点もある。96話でヌラリヒョンにマナを殺すよう命じられても拒否し、最終話でマナが記憶を失った時は影から見守っていた。ドライな態度が目立つが、恋愛エピソードは2回もあり、裏切られてなお相手を守ろうとするなど、 非常に純情な一面を見せた。しかし未練を自ら断ち切ったら二度と振り向くことはなく、むしろ失恋経験を生かして、後に妖怪と人間の恋愛ビジネスを立ち上げてもいる。自分を見捨てなかった北郎を見を挺してでも救おうと、するなど友情に熱い一面も描かれ、敵に寝返って裏切る展開も、歴代よりは少なめだが、それでも、時折敵に寝返ることがある。 キタロウファミリーとの交流も、比較的よく描かれるようになり、親しい相手には親身になることもある。一方で、窮地の中で泣いたの妖怪や人間に対しては弱みに、つけ込んで利用するなどドライな態度も目立ち、歴代シリーズのように困っている妖怪を見過ごせず、助けるというような、見ず知らずな他者に対して、人情を見せる態度は滅多に見せなくなった。人間に対しては特に冷めた視点を持ち、 毒舌化で皮肉やな面も強いが、第20話で太平洋戦争は本当に嫌な時代だったと語って、異例碑に手を合わせたり、南東で発見された戦没者の遺骨を遺棄するよう指示を受けた伐採業者に対し強い憤りを見せるなど戦争を恐れる面も多く見られ、良識的な面もある。冷静に正論を吐くこともあり、彼の言った言動が後でその通りになるケースも多い。 画面がひび割れた黄色いスマートフォンを常用し、インチキ商売でネット広告を打つ、ステルスマーケティングを行う、仮想通貨事業を立ち上げるなど、悪い意味でネット社会に精通している。衣の色は第3作以来の濃い空色。従来の皮膚病は控えめながら描写されている。最終話では、キタロファミリーや駆けつけたアデルアニエス姉妹、イスルギレイ。 いぶきまたちと連携し、砂かけ、バーのネットの力と自分の説得で、バックベアードとぬらりひょんに立ち向かうキタロウを応援するため、妖怪と人間の和解に一役買った。担当声優の古川敏夫は、第5作でネズミ男役のオーディションを受けていたが落選しており、今作で念願叶って演じることになった。悪どい金儲けを企み、卑怯でずる賢い面もあるが、 名詞であることを花にかけることも、ある怪奇愛好家の側面も多く描かれており、幽霊電車に乗った際にも奇怪な現象を恐れる人狼とは、対照的にネズミ男はしれっとしていた。本作の第2話で正式に、太郎親子と初めて出会っており、太郎からは初対面の時点で虫の好かない奴と言われ、その後もお互いあまり関わりたくないと言い合い。 何かと争いが絶えないつかず離れずの中、お化け大学を卒業したと語るが、虚言であることが判明する。汎用界であるため生命力は強く、髭を煎じた毛配役は死にかけの老人を生き返らせている。講習による攻撃は、もちろんのこと、体から大量の赤を落としたりとかなり不潔で、不毛の入った饅頭を食べた北郎はショックで、気絶してしまった。衣の色は、 原作と同じ黄色。俗っぽく人間味あふれるネズミ男は水木しげるのお気に入りで、キタロウシリーズ以外にも短編作品に多く登場する。水木はインタビューなどで最も好きなキャラクターは、等の質問には必ず、ネズミ男と即答している。水木はゲゲゲのキタロウという物語中でのネズミ男について、キタロウは馬鹿でしょう。正義の味方だから、 スーパーマンみたいなもんだから、金とか幸せについて考えないのです。だから、ネズミ男を出さないと物語が安定しないのですと、解説している。もともと水木は、完全懲悪のヒーローを好んでおらず、当初社会風刺的な色合いの強かった北郎が、編集サイドの要望により、水木の意志に反して、次第に超能力で妖怪と戦うヒーローと化して、いったことから、 水木自身のスタンスに近いネズミ男の活躍が増えていったという見方もある。また、週刊実話版では会によっては事実上ネズミ男が主役で、北郎親子はわずかしか登場しない話もある。モデルは水木自身だけでなく、友人であり、歌詞本時代の先輩漫画家にあたる梅田栄太郎がモデルでもあるとされる。当時、 水木同様に貧しい生活を強いられ窮房を切り抜けようと策を練る梅田のたくましさと、表金で憎めない梅田の人柄を反映したのだという。その後、梅田は画業から印刷業に転身して、成功を収め、穏やかな生活を送っている。水木の作品については時々読んでいると語っている。なお、2010年度上半期に放送された。 NHK の連続テレビ小説、ゲゲゲの女房」の作中では、水木の境港の幼馴染みで儲け話に目ざといが、憎めない人柄の浦木勝ツに人物設定を変え、ネズミ男のモデルとしている。同作品では、オープニング画面のアニメ合成で、北郎や目玉親父、猫娘など、水木作品の主要キャラクターとともに登場しており、最終回のラストシーンでもアニメ合成で、 水木作品の主要キャラクターと共に登場する。水木しげるのコミック昭和史にはストーリーの進行役として登場。実際の報道写真の中に書き込まれていたり、当時の出来事に関する解説を行う。話が滑らかに行きかねるとき、この俺が登場して語ることになっているのだと読者に話しかけているように狂言回しとしての出演になっている。他にも、 新ピカ列伝など水木の電気漫画系の作品などでもストーリーの進行役として登場することが多い。また、通ーの水木執筆の短編作品にも頻繁に様々な役割で登場している。水木茂のアシスタントをしていたことがある、次げよの短編漫画、噂の武士には、宮本武蔵らしき男の噂を聞きつけて、宿に集まった野印馬の中に、ネズミ男が紛れ込んでいる。 この他、水木が直接手掛けた事例ではないが、2017年の長編アニメーション映画妖怪ウォッチシャドウサイド記号の復活では、北郎と仲間たちと共にコラボ出演という形で登場。声はアニメで、声の初代担当だった、大塚近夫の息子、大塚明夫が担当した。30年後の未来の世界が、舞台ゆえ、 キタロウの存在を知る者ははごく限られているため、主人公らを危険分子とみなし、キタロウを守るため、仲間と共に現れる。しかし、相手が子供であり、目的が妖怪退治であるとわかると、小金をせしめようと仲間の目前で、自分がキタロウだと騙そうとするが、背後でキタロウの下駄の音を聞くと、無条件で怖がるような描写がある。その後キタロウが、 最小限の助立ちはしたものの、彼らの敵を倒すのは、本来の自分の役目ではないと、言い残し去っていこうとした時は、ここは恩を売ってお礼をもらえばいいんじゃないのかと、画滅さを出しつつ、遠回しに彼らを手伝おうとする言動もした。エンディングでは報酬をもらい損ねて、文句を言っているシーンがあり、来たろうと目玉親父を呆れさせた。衣の色は灰色。ありがとうございます。